ね、します。あの二人が間違ってることは、平和村は出るの。なぜ他の村人のために出るんだよ。他の村人の精査を楽にするために出るのであって、潜伏部ゲームをしていたら、最終盤面で判断する唯一の村の、あ、唯一の村っていうか、いや、いつもこんな感じです。例の以外の村って言ったら、8番の人が一番分からなかったんだよ。うん。うん。その村人のためにやるんだよ。自分のためにしか考えてないから、自分は噛まれたくない、出る意味ないだろう。意味はあるんだよ。あなた以外に伝えるんだよ。あなた自分が隠しろだってこと。占い師、うん、だから俺は出るんだよ。人狼に気をつけて余計なことはしなくていいんだよ。か、じ、噛まれでいいんだよ。自己犠牲なんだよ。他の村人のために精査を楽にするんだよ。村人が最後に決めるからだよ。村人ももはやわけわかんなくて心霊能を3番で追えない、追えるはずがないから。人狼ではうん、だからさっきのはね、8番を一切責められない。俺が村でも無理。あれは霊能が悪い。霊能の一人相撲。夜が明けました、うん。出ない霊能のせいで負けだ。新霊能が追えない。だから表面上、2番の方、前の2番が霊能になってる。5番のプレイヤーが発言します。うん、俺釣ってくれって言って、はい、3番か5番に行くのただの新霊能に見えたんだろうね。そうですね。うんどうやって狼見つけていこうかね。やっぱりグレーの人には、まあ占いの内訳とか、どっちにせで見てるとか言ってほしいですかね。うん。理由とともに。そこ結構省いてグレーばっか行く人 いるけど、占いにも触れた方が、もっといろんな視点が増えるかなって思ってますかね。はい。で、しっかりその、印象いいならいい、という要素を拾って、悪いなら悪いっていう根拠を拾ってほしいですかね。で、まあその実践でしかはっきりしない動きっていうのはやめてほしいですかね。ガチで。ムラスラとかね。うん。っていう感じですかね。まあしっかり2周目で気になる人言います。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい。しようないです。5番さんのどうやって狼を探していこうかなっていう発言でちょっと村要素を拾っちゃいましたね。なんとなく、なんとなくな印象ですけど、これはもう本当に印象でしかないけど、多分初週、変なロックが入っちゃってるから、多分初週5番さんを投票できないなって思ってます。なんか良かったなと思いますね。どうやって狼探そっかって。意見としては、占い精査っていうのは、順番だと思うんですよ。占い精査がはっきりついたら、そっからラインでグレーを探せるし、グレーがはっきりついたら、そっから占い師のライン精査ができるしっていう感じで、どっちでもいいんじゃないかなって思うんですよね。意見は多少違うけど、5番さんなんか村っぽいなって思いました。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。しようないですってところで。まあ、5、6番さんに触れる前に、まず僕の持論から言いたいんですけども、僕は全然、黒塗りされる分には、その人のことを、黒塗りしてきたからって叩きません。その理由が正当であればってところですね。まあ、僕もその、まあ、今回は村陣営なんですけども、まあ、その間違えて言っちゃうこともあるから、それに対して叩いてきて、この人怪しいっていう発言に対しては僕は全然寛容ですっていうところですね。全然叩いてきてくださいってところですね。叩くことによってその触れ方が正当か不当かで僕は見たいかなっていうふうに思ってます。他の人の叩きも同様ですっていうところですね。なんとなくや逆に理論で考察する人を僕はひどく嫌う傾向がありますっていう動画に言っておきたいと思います。なので、まあ、5番さんに関しては、まあ、特に印象はないんですけども、6番さんはバチバカ印象悪いです。うん。なんとなく白置きする人、僕結構嫌いなんですよねっていうところは言っておきたいと思ってますね。なんならもう今日5番さん投票しない場でありますからね。5番さんが出現してもしないんですかっていう話。6番さんはめっちゃ印象悪いです。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。霊能者です。把握お願いいたしますっていうところで、7番に関しては、そうだね、ちゃんと精査できてるなって思ったかな。私も同じこと思っていて、6番って5番に対して村っぽいな、村っぽいって言っちゃうんだって思った。せめて印象いいでとどめる
ものだと思っているし、2番さんのじゃああなたグレー考察聞いているんですか？聞いていないですよね。5番さんって、自分の思考開示、狼の探し方を言っているだけであって、それって狼でも言える発言じゃないんですかって私は思っているからこそ、6番って5番の評価一周に走ってんのかなっていうふうに思ったかな。だからめっちゃ印象悪い。だからそこに関しては7番と視点は合っているかなって思っているから、7番は印象いいです。はい。2周目のグレー考察聞いてたけどね。9番のプレイヤーが発言します。はい。声裏返った。はい。よろしくお願いします。村人陣営です。私はむしろ5番さんと6番さんと手でつないで、5、6、9は白だと思ってるので、ごめんなさい。9は白を知ってるんですけど、5、6も白だと思いますよ。私は8番さんと違って、6番さんの言った通り、5番さんのどうやって狼探していこうかねっていうのが、もうめっちゃ、狼じゃないなと思いました。だから6番さんがそう言って、5番投票できない、できないわっていうのがめちゃめちゃわかるなと思ったので、むしろ7番さんとかが6番の印象バカ悪いって言ってる方が、これは7の人外要素とかじゃなくて、7番と合わないなって思いました。8番とも合わないなって思いました。私は5番さんと6番さんとお手でつないで、村陣営として勝っていきたいなと思ってます。1番。のプレイヤーが発言します。うん、そうですね、羨ましいですね。5、6番にヒットしちゃいますね。ヒロちゃんもね、9番さんに気に入られようかな。うん、5番、6番音をお手手つないで歩きたい。うん、眩しすぎてね、9番さんに気に入られたい。それしか俺も思ってない。うん、占い師精査をしましょうか。出てますもんね、占い師ね。いやー、私ね、思うんですよ。まあ、人外、村に出すんじゃないですか。それなりのこと言うんじゃないですか。だって騙さなきゃいけないですからね。だから、そういう人って人外でしょ。真ですか。多分本当の究極の真ですか。グレーセザーしない人でしょうね。だって俺人外の時、そんなムーブできるわけないからね。でもそんなね、本当の真の占い師にはなかなか出会えないんだよ。偽物しかいないからね。2番のプレイヤーが発言します。はい、1周目よろしくお願いします。まあ5番は単体で別になんか、まあ2周目でいいかなと思ってて、6番はなんかね何、俺9番が一番気になるんだけど、何お手手繋いでって。いや、手つな、で1番がそれに嫉妬したってことは1級はないのかなと思ってるから、よし。じゃあ、8位を、例の確定でいこう。占い師は1人までしか出ちゃダメってことにして、で、7番は俺は白いと思ったから、あのね、理由はね、6番に対しての叩きもそうだけど、どっちか人外でどっちか、7、6に関してはどっちか人外でどっちか村だと思ってるから、とりあえず今日は7、白気でいこう。かな。はい。まあ、2周目頑張るわ。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、印象悪いのは7番と9番。7番に関しては、感情で嫌いって言ってるから、この人、この人って感情清掃をする人なのかなと思っている。村っぽいなって驚くのが、村っぽい特徴嫌いって言ってるからね。はい。6番のこと嫌い、嫌って釣り押そうとしてるのかなと思っているから。はい。8番も同様。9番に関しては、5番、6番の白だなって。じゃあ理由は、どこに村見を感じたのかって言ってないし、はい。9番こそ評価書してるのかなと思ってるから。はい。だから2番と割と視点が同じです。僕は。9番がおかしいところだけは。はい。現状は9番、9番ずれでいいと思っています。はい、2周目聞きますけど、霊能にはしっかりしてほしいなと思いましたね。感情じゃなくていいから。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。村ジェイスね、しようないですね。
サマーは2番と思考が同じっていうなら占い師は1人しか出ちゃいけない8を新進行で行くってことですかって思ったけど、いや俺も7番と思考はほとんど同じ、嫌いとかそういうのないけど、いやでもまあ嫌いだね。だから結局何がダメかって、その安直な白弾きっていうのはすごい危険だと思ってて、安直な白弾きしてて最後まで一気に残ってて、その人ローだった場合ってどうすんのって話だし。だから、初日から思いっきり白っていう思考ロックをし始めるとすごい危険だからってことなんじゃないのか。だから9番もおかしいと思うし。って思ってるんで。そんなところかな。あと、占いとかで。5番のプレイヤーが発言します。はい、僕、霊能です。はい、一角してよかったっすね。今日は、ローラーします？しませんか？まあ、普通に対抗強靭だと思ってるんですけど。でも、狼だった場合って、ワンチャン2が8、一角させに行こうって時って2、8繋がんないか、さすがに。いやー、どうだろうな。まあ、わかんねえけど。1、2番面って、霊能から行くんすかね？どうなんだろう。まあ、わかんないけど。まあ、グレーから行くんだったらどこにしよっかな。まあ、僕はもう9番さんと6番さん手繋いじゃってるんで釣れないんすよね。7番さんも別にそこまで黒要素ないし、いろんな人から白置かれてるから、7白はないでしょ。でも4番さん視点で、なんて言うんだろう。その白置きするムーブはおかしいって言ってんだったら、7白いって言ってる人多数いたわけだから、その広範囲値に怪しい人がいるっていう視点は持たなかったのかなって。それって結局6番さんと同じことしてるから、1、2、3っていう9番さんもそうだけど。なんで、まあ考えます。っていう感じですかね。はい。っていう感じです。普通に一発で占い師の方に黒を見つけてほしいですって感じです。怪しい人に入れます。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい。なんかちょっと5番さん印象悪くなりましたね。盤面に慣れてないだけなのかな。対抗8号強靭と思うんであれば、騎士を出して、グレー詰めに行くべきだよね。だって二人狼がいるから。なんか、盤面整理できてないなっていう感じがしますね、5番さん。7番さんに言われたけど、出現したら釣らないんですかって釣るに決まってるじゃんっていう感じ。4番さんに関しては、なんか、最終盤面のことまで考えてたけど、多分、スムラってさ、そんな考えてなくないって思うんだよね。間違ってて自分が、釣りをされたとしても別にしょうがないと思うし、自分の意思をしっかりと発言するのがただの村だと思うから、4番さんの最終盤面までみたいな発想が狼の発想なんじゃないかなと思ってます。僕は4番さん行きたいかな。9番さん隠しろじゃなかったら手は繋ぎたくないなと思ってました。なんか、僕が釣られて、白結果を見たとき得するのは9番さんだったから、9番さんの発言はそこまで信用してなかったけど、白だからいいやって感じですね。現状一番怪しんでるのが4の発想で、7番さんには違和感を感じている。というか、めちゃくちゃ雑殴りされたなっていう感じがありますね。以上。僕はグレーズリー行くべきだと思いますよ。7番。のプレイヤーが発言します。お願いしますってところで58発言的に5番っていうのは、なんか結局ふわふわしてるなっていう感じで、まあ、6番さんと同じなんだけど、まあ、結局盤面に慣れてない感じっていうのはすごい感じたかなって思ってて、ただ8番さんの 出方だよね。なんかまあ釣ってくださいと言わんばかりの1周目のそこの前半位置での CO っていうのはだいぶ気になったかなっていうふうに思ってますね。僕も結構グレー詰め結構なんか、したいかなっていうふうに思ってますね。ほぼほぼ、今日、新で出てる、新今日で出てると思ってるから、わざわざ、
そこをわざわざローラーする必要ないかなっていうふうに僕は思ってますっていうところですかね。グレー済みで済んだったら、一番怪しんでるのは、まあ、3番さんかな。なんか3番さんってなんか2番と視点同じって言ってるけど、2番さんと3番さんって僕の印象全く真逆なこと言ってるんですよね。うん、3番さんっていうのは感情精査をしそうだから僕のこと印象かなり悪いって言っていて、だから2番さんっていうのは僕のこと白置きをしてるとまで言っていた。そこのどこが2番さんと視点が同じなんだろう。評価書言ってんじゃねえのって普通に思いましたけどねっていうところですかね。あと、まあ、さっきも触れましたけど、僕が感情精査をするなんて一言も言ったっけ？嫌いって言ったっけ？まあ、それもすらも覚えてないんですけども、単純にでも嫌いでしょ負けんのみんなっていうところでしょ。それが感情精査のっていうふうに思っちゃったね。俺は自分のことを別にいくら殴ってもいいんですよ。ただそれに対して理由が正当か不当かで判断するっていう持論を最初述べましたよね。これの俺のどこが感情精査なんでしょうか。叩かれたから叩き返す。これが感情精査なんじゃないでしょうか。僕の言ってること真逆だと思いますが。グレーなら3番からいきたいと思います。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2番目って絶対的に騎士が出て、一番の占い師、そうか。そうだったのか。ちょっと待ってね。そうか。広いな。なるほど。なるほど、なるほど。すいませんね。ちょっとね。まあまあまあ、でも、乗っ取られるよりいいよね。うん。プラスに考えていきましょう。ただ、2周目の6番さんの発言っていうのは、私結構、あ、よかったかなって思ったんですよ。一瞬目にちょっと言い過ぎたかな。4番って、なんか、なんだろう。言葉ちょっと表しにくいんだけど、なんだろう。精査をしているようで、なぞっているだけのような人物だなって私は感じてしまったのね。だから、7が3に行きたい、6が4に行きたいって言ってたんだけど、私は2番の発言の中で、まあ、7に対して白浮きしてるでしょ。じゃあ2番って誰と戦うのかって思った時に、3番って、確かに7番が言った通り、逆の精査をしているわけだから、で、そこに対しても思ったから、今日って6、7保存1の3、4、6、7、2か。だったら3、4とかから手付けた方がいいんじゃない？はい。9番のプレイヤーが発言します。どっから詰めますか、1番さん。8にあんまり自信っぽさを感じないなと思ってしまったので、霊能カレー君だったら8に行きます。グレーは私7、やっぱり気になるなと思っとって、七番さんは叩かれたとしても理由が正当だったら受け入れるっていうふうに言われてましたよね。結構一周目、時間半分以上使ってやってたから、七番さんって三番さんに、七番さんっていうのは五番と六番と自分、七番自身の思考とは違うから、六番がすごく、なんだろう。3番さん目線では感情的に6が嫌だって7が言ってるっていう風に言ってたと思うので、なんか叩かれたところを叩き返してるじゃん、進行論と違うじゃんって思って話を聞いていました。私は3番さん気になったのって別にそこじゃなくって、そこ他のところで私はちょっと気になったところがあるので、ちょっと拾い方が違うなって思ってしまいました。2番さんは6と7、どっちかが人外、どっちかが村で、7番さん白浮きだったら6が人外になると思ってるので、2番さんは初週の段階で、そこまで発言できたんだったら6が人外だと思うっていうのが村なんじゃないかなって思ったので、2番と7番グレーだったら釣りたいなって思っています。1番のプレイヤーが発言します。うん、いいんじゃないですか、それで。うん、72で。いいんじゃないですか。うん。平和村なんでね。まあ。で、発出すればいいんじゃないですか。72で。うん。で、俺が色見て。で、発出すればいいんじゃないですか。9番がやりたいようにやればいい。うん。悪いね。そんなにモチベーション申し訳ない。ないんで、平和村は。2しようとか3しようの方がね、
うん、勝つ価値はあると思うから。まあ、陣内勝てると思うから、いいんじゃない？うん。急に記事で出てるし、いいんじゃない？うん。勝手に、どうぞ。うん。7人でいいんじゃない？うん。まあ、安定的に言うなら58はあれだけど、いいんじゃない？うん。大丈夫、大丈夫。うん。この1勝はね、勝てればいいけど、負ける可能性は大だよね。9番の1に白が出てるから。だから結構きつい場面だから、まあ、気楽にやりましょう。7人でいいんじゃない？うん。9番が言う通り。うん。9番に全て任すわ。うん。それでいいよ。うん。別に9番を一つも攻めたりしないよ。1番が悪い。それでいいでしょ。7-2でいいでしょ。7-2で。うん。まあ、そういうことだ。まあ。そういうことですよ。まあ、占いで出て欲しかったね。っていう。そういう部分は残念だけど、まあ、勝ちにこだわったら人外なんだから、まあいいんじゃない？別にそういう手を使ってもダメだっていうルールはないので。うん。7-2行って、うん。8行けばいいんじゃない？うん。それで行きましょうよ。うん。7-2ね。まあ、それでいいよ。もう9番さんにすべて合わすわ。うん。負けても、俺が票入れたんだから、俺が悪い。9の責任はない。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい。2周目よろしくお願いします。1番さん大丈夫？まず。いいの、それで。いや、いいんならいいんだけど、負けた場合は1番さんが責任を取ってくれるってことなんで、まあじゃあ27のランでいいですかね。はい。まず一点だけ確認させて、その前に1番さん。平和村で騎士アーマーっていらないんで、もし騎士がいるんだったら、今日は出てきてください。いないかな。それだけ確認させて。9番さんが俺狂人だった場合って、狼が、霊能に出てるから、そしたら俺5番から詰めようかなと思ってたんだけど、理由としては、8番が占いも出てない段階で平和村になることを想定し、なおかつ、だって狂人が出てきちゃう可能性があるから、狼としていきなり CO するっていうのはなり得ないなと思ってて、その辺の7番の前半の話の中で、まあ、8偽だったら狂人かなみたいな話はすげえ納得してた。だから、まあもし霊能行くんだったら今日は5番からかな。まあ5番は新郎地だと思うから、ローラーするんだったら5番から落とすかなと思ってただけだから、別に8と5の精査の、偽要素の度合いっていうのは分かんなかったんだけど、で、どこですかね。はい。まあ今日7-2のランっていうから俺7番にしか入れられないけど、7番自体って、あんま黒要素って広げてないんだよね。っていうことは。だから6-7どっちか陣外かと思ってるから、正直わかんないから、7番さんが村だったらごめんだけど、7行くしかないんだ、これね。はい。まあ村は、それ。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ7番のためにもう一度言いますと、2番っていうのは9番に違和感を持った。7番は印象いいと言った。俺も9番に違和感を持っていたから、9番に違和感持ってるところは視点が合うって言ったんだけど。はい。で、あなたは6番に対して、裏分けする人は嫌いだって言ってるから、はい。覚えてない時点で、あなたって俺に触れる価値すらないんですよ。7番って。俺に、発言する価値すらないんで、タンツリなんて言葉はやめた方がいいっすよ。はい。はい、で、今2番に関して気になったのがあって、6-7どっちかに人外がいるって思うのであれば、7番はブロックになれば6番じゃん。なぜ言えないのかなと思って、なんか、人狼っていうよりかは狂人っぽいなと思っているかな。だから、例のローラーした方がいいと思うけど、はい。俺は8番にあまり信用を感じないんで、霊能だったら8から行きます。はい、うん、俺か？4番に関しては。9番で合わすゲームでいいよ。だって、こんなゲームね、はい、確率的に村負けるから、大丈夫大丈夫。俺もわかんないから。うん。はい、もう9に騎士が刺さってる時点でもうきついから。あれ、盤面を固めろ。58って固くいったところで、どっちみち負けっから。はい、うん。7人どっちもいいなって感じ。7番なのか。ただ、感情で、感情ずりしか出ないので、結局、3人場面よりも4人場面だからきついんだよ、もう。はい、?3 人場面。上のからだったら8番から行きます。最終場面が、いつもは2人か。それが多分3人になるんだろう、多分。プレイヤーが発言ってことは、もう確率的に負けるから。はい。そうだな。レノだったら8番からはすごい納得してる。8番っていうのは、だいたい、7の便乗しかしてないような感じだと思うんだけど。ああ、それもないか。6にも乗っかってたか。
まあ、レーナだったら8だな。そうだね。だから、最終盤面まで想定はするんじゃないのって6万人言いたいけど、どういう勝ち方するのかっていうのは想定しないのかな。どういう盤面だったらとか、とりあえず村ならこう動こうとか、最終盤面想定する、最終盤面まで想定するのが、人道につながるっていうのは俺は全く理解ができない。それに乗っかった8番っていうか、言葉でよく表せないんだけど、誘っただけで。いいんじゃない？全く意味がないんだけど。新年のだったら、うん、だって9番が嫌われだから7番行くけど、俺はもう9番に合わすから7番。2番、7番よりは7番に連れられたら7番行くよ。頑張ると思う。7番行って7番ぐらいしかもしねえから。だけじゃ意味がない。申し訳ない。もうロードかじゃなくてもう、だからこそ、まあ、7人は、納得させるために占う。俺は7番初週から白いなと思ってて、叩かれた方が、精査しやすいって、いや、俺もすごいわかんないよね。結局俺も思考がね、やっぱみんなと合わないから叩かれやすいんだけど、9番は要は7が怪しいんだよ。そう、だからすごい分かるなと思って、6、4、7、3っぽいなと思ってたんだけど、まあ何は俺ああもうこれね、申し訳ねえけど、はい、狼ね、そんなところから、ね、だって勝つならね、俺もそんなにもうやる気ないから、勝てばっていうスタイルだから、投げるからこれ、もう運が悪いから村が。無理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 。全プレイこんなんでね、誰が狼か俺もう分かんない。なモチベーションがそもそもない状態だからね。そんなに高い、ペーサーをしてないから無理。広すぎんだよ。さすがにただの運ゲー方式だから、これじゃ。俺は7番にしか行かない。2番かよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、2番、2番の遺言を発表してください。遺言を発表してください。はい、発言します。俺3か4どっちに入れようかなと思ったんだけど、まあ今日、まあ霊能が生きてれば結果見えるから、まあどっちかが白でどっちかが黒って言うんだろうけど、まあグレーの精査で言うと、俺7にやっぱり入れらんないと思ったんで、4番かなと思って4番に入れました。理由としては、2ならどっちでもいいって言うんだよね。だけど、3番も4番も、7は白いなと思ってて、当然村が、どっちでもよくなくない？まあでも2番は7番を白、一周目白いなと思ってたから、そうよ、めんどくせえな、4番占ってことはそこには入れられないで、霊能だったら8って言ってるけど、うん。まあどっちかが、3、4のどっちかが黒で、4番占っとくか、9番は。そしたら8じゃなくて5なのかなと思っちゃったんだけどね。ん？まあいいや、7占っとくわ。7でいい。投票位置で言うと。7にしろよ、めんどくせえ。あ、8が、8、4に入れてんだね。あ、まあ、あれか。7、2が白く見えて、3が怪しい、4か。ああ、そういうことね。で、7、4、9、6、5。ああ、なるほど。まあ、7番さんはね、俺との欄になってるから、しょうがないと思うけど。かなぁ。まあ、とりあえず、1番さん、9番さんは1番護衛して、おそらく9神が入ると思うから、まあ、霊能精査は最後でいいんじゃないですか。9番が言った通り、7、2で打ってんでしょ？だから7占う。占い師の方は、9番のために占う。どんなもう、これは勝ち負けじゃないんだよ、もう。だから、狼は出てくれ。つまらんのだよ。あ、勝てると思うよ、今日は。不利だから、村が。これは村は不利なんだよ、もう。だから、こんなにね、勝とうと思ってやっても、確率的にはもう無理だっつの。占った対象は、確率的に無理。もう7占う。だから7潰してくれよ。俺が7占うんだ。夜が明けました。マジで無駄だよ。昨夜は、誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。人狼、ゲーム終了。ドア村人陣営の勝利です。9番見事9番に。なんだこれ。いや、さすがに2番初日に連れてたら勝てんて。勝てんて。ごめん。